皆さん、こんにちは。ガルマです。今日は、不思議で神秘的な物語を紹介します。安芸市にある霧の湖の伝説、霧の女の話です。この物語は、愛と喪失をテーマにしており、深い霧が立ち込めるこの湖で起きた悲劇に焦点を当てています。それでは、この湖に隠された秘密とその背後にある感動的なストーリーを一緒に探っていきましょう。その前に、チャンネル登録と高評価お願いします。安芸の霧の女、スタートです。霧の湖のささやき、謎の声の正体。深夜、安芸市に位置する霧の湖から不気味な女性の声が響く。この声は透明で、まるで湖の水面から直接耳元で囁かれるよう、地元の伝承によると、この声は数百年前にこの湖で溺れて亡くなった若い女性からのものだとされています。彼女の声は悲しみと未練が交錯したメロディーとして霧の中から聞こえてくるのです。恐怖を感じる地元住民、この湖の近くで生活する地元住民たちは、霧が濃い夜に湖へ近づくことを厳しく避けています。何世代にもわたって伝えられる話では、この声を聞いた者は不幸な運命をたどるとされ、恐怖の対象となっています。特に新月の夜、霧が湖全体を覆い隠すとき、湖は完全に静寂に包まれ、ただその声だけが響き渡ります。調査団の挑戦、科学的根拠を求めるため、いくつもの調査団がこの湖の謎に挑んでいます。彼らは高度な録音機器や環境センサーを使用して湖の異常現象を記録しようと試みていますが、これまでのところ、その声の源を特定することはできていません。夜ごとに繰り返されるこの調査は、しばしば奇妙な機器の故障や不可解なデータの損失を経験しており、科学者たちをもってしてもその声の正体や由来を解明することができず、湖の声は未だに深い謎に包まれています。湖の悲劇的歴史、溺れた女性の物語。安芸市にある霧の湖は古来から恋人たちの秘密の愛引き場所として知られていましたが、ある悲劇がその静謐な水面を永遠に変えてしまいます。数百年前、若い女性が恋人との待ち合わせ中に突如起こった嵐により湖に落ち溺れてしまったのです。その夜以来、彼女の声が湖から聞こえると言われ、悲恋の象徴として語り継がれています。この声は彼女の未来への願いと絶望が霧と共にこだまし続けるのです。湖の伝説の形成、時の流れとともに、この女性の物語は地元の文化に深く根ざし、さまざまなバージョンで語られるようになりました。新たな詳細が加わることで、彼女の伝説はより神秘的で哀愁を帯びたものとなり、地元の人々にとってはこの湖の不可思議な出来事を解釈する手がかりとなっています。祭りや集会ではこの話が語られ、若者たちには教訓として、老人たちには過去の思い出として語り継がれています。古文書に見る証拠、この女性の悲劇は地元の図書館や資料館に保管されている古文書にも記録されており、研究者たちにとってはこの地域の歴史を解明する重要な手がかりとなっています。これらの文書には、事故の日付、関連する家族の証言、さらには当時の気象条件まで詳細に記されており、科学的な調査と合わせてこの伝説の真実に迫る試みが続けられています。これらの古文書が明らかにするのは、単なる怪談話以上の、地域の文化と人々の生活が織りなす豊かなテープストーリーです。霧の科学、霧の発生原因、安芸市の霧の湖は、その不思議な現象で知られていますが、なぜここで特に濃い霧が発生するのか、その科学的な理由が研究されています。気象学者たちは、
湖の周辺の地形と湿度が特異な組み合わせを生んでおり、これが頻繁に発生する濃霧の主要な要因であることを突き止めました。冷たい夜風が湖面の温かい水と接触することで大量の水蒸気が発生し、これが視界を遮るほどの霧となって立ち込めるのです。この自然のメカニズムが湖での神秘的な現象に科学的な説明を与えています。音響現象の研究、音響専門家たちは湖から聞こえる謎の女性の声についての研究を進めています。この現象には湖の形状と水面の動きが大きく関与している可能性があります。専門家たちは湖の形状が特定の音を増幅し、また反響させる自然のアンクとして機能していると考えています。湖の特定の部分で水が静かに流れることにより、微細な音も遠くまで響くことが科学的な観測により明らかにされました。これが遠く離れた場所からでも女性の声が聞こえる理由かもしれません。環境変化の影響、環境科学者たちは気候変動がこの地域の霧の発生にどのような影響を与えているのかを調査しています。地球温暖化の影響で湖水の温度が年々上昇していることが観測され、これが霧の発生頻度と密度を増加させていることが確認されました。また周辺の植生の変化も霧の性質に影響を与えており、これらの環境変化が地元の生態系に及ぼす影響も深刻な研究課題となっています。地元文化との融合、伝説を生かした観光、安芸市では霧の女の物語を活用したユニークな観光ルートが開発されています。このルートは霧が特に濃い日に湖の周辺を散策するツアーを提供し、ガイドがその場で物語を語りながら進むというものです。参加者は手持ちのランタンの実を頼りにゆっくりと湖を囲む森を歩きます。この体験は訪れる人々に不思議で幻想的な雰囲気を提供し、霧の中から聞こえるかもしれない女性の声に耳を傾ける機会を与えています。この観光ルートは地元の伝説を生かしつつ、訪れる者に独特の体験を提供することで安芸市の観光産業に新たな活力をもたらしています。芸術作品への影響、この地域のアーティストたちは霧の女の伝説にインスピレーションを受けて多くの作品を創出しています。絵画、彫刻、さらにはインスタレーションアートに至るまで、これらの作品は地元の展示会や文化祭で展示され、訪れる人々の目を引いています。アーティストたちは湖とその周辺の風景を巧みに表現し、伝説の女性が現れる瞬間を捉えた作品を通じて見る者に強い感情を呼び起こします。これらの芸術作品は地元の文化的アイデンティティを形成する重要な要素となっており、霧の女の物語を現代に息づかせています。教育プログラムでの取り入れ、地元の学校では霧の女の物語が教育プログラムに取り入れられています。生徒たちはこの伝説をもとに創作活動を行ったり、地域の歴史について学んだりしています。教師たちはこの物語を用いて文学的表現や地域研究の授業を展開し、生徒たちに地元の伝承が持つ価値を教えています。また年に一度の学校行事として霧の女をテーマにした劇が上演され、生徒たちが積極的に参加することで地元の文化に親しみます。これらの教育的取り組みは次世代に地域の伝承を受け継ぐための重要な手段となっており、教育現場での文化保存に貢献しています。霧の女のメッセージ、愛と喪失の象徴、安芸市の霧の湖にまつわる霧の女の伝説は愛と喪失の深いテーマを掘り下げています。この物語の中心にいるのは
湖で愛する人との再会を待ちわびた末に悲劇的な最後を迎えた女性です。彼女の声が今も湖から聞こえるという話は、訪れる者たちに深い感動と共感を呼び起こします。この霧に包まれた物語は、失われた愛の永遠性と、それによって残された人々が経験する深い悲しみを象徴しており、聞く者の心に強烈な印象を残します。自然との共生の教訓、霧の女の物語はまた、自然現象と人間との永続的な関係を示しています。この伝説は、自然の不可解な現象、この場合は深い霧がどのように人間の伝説や神話に取り込まれるかを示しています。地元住民はこの霧を自然の一部として尊重し、それに伴う超自然的な現象を自然界の神秘として受け入れています。この物説は、自然との共生とその不可思議な力を理解し尊重することの大切さを教えており、自然の中で生きる私たちの役割を再考させます。未解決の謎への興味、霧の女の伝説は、その起源や真実が未だに完全には解明されていない謎に包まれています。この物語は科学者や超自然現象の研究者たちを引きつけ、彼らが自然現象と超自然現象の交差点を探るきっかけを提供しています。霧の中から聞こえる声が持つ未解明の側面は、科学的探求だけでなく、人々が超自然への興味を持続させる理由となっており、この謎を解明しようとする多くの試みが、地元コミュニティや科学界の間で続けられています。それでは、今回の霧の女の物語をどうぞお楽しみいただけたでしょうか。この物語が示す愛と喪失の深いテーマが、皆さんの心に何かを残したことを願います。霧がもたらす神秘と謎に満ちたこの物語は、私たちに自然との関係を再考させ、未解明の謎への探求心を刺激します。もし今回のビデオが気に入ったら、チャンネル登録を忘れずにお願いします。そうすれば、これからもさらに多くの魅力的な物語をお届けできます。次回もお楽しみに。ありがとうございました。ガルマでした。